役員連絡会の説明をいたします。今日は今度はプロダに疲れにくいのDBB は市民を通過しました。番組においても国の皆様に DBB の意味が分かるような審議をお願いしたいということで私の方からはまず昨日の衆議院本会議で DBB 協定及び関連法案が決いたしました。関係閣議の長い間のご努力に感謝を申し上げます。予算、今後参議院に舞台が移りましたが、参議院の皆様にとりましても丁寧の上にも丁寧に充実した審議を進めていただくよう特にお願いをします。次に、小坂健二元参議院議員の逃走につきまして、お手元の資料の通り、自由民主党小坂健二後援会による合同葬、地元の長野県で執り行われることになりました。ご遺族の意向もあって、総理委員長には石原茂君が本人がお務めになります。また党代表として吉田裕美に参議院幹事長に、ご参列をいただくことになります。以上です。次に人事案件のことでありますが、組織運動本部団体総局、これも法務自治関係団体委員会の副委員長に片山二郎、運輸交通関係団体副委員長に田畑次に、この小坂さんのおうちの状況と、状況と言いますか、住所、電話番号とは、後ほど、入国時にこれ、配りをお持ちいただくとします。次に、松山参議院大臣、協定関連法の趣旨説明、その後本会議に3回の TPP 特別委員会を開催をいたします。参議院からのご覧です。石本参議院会長よりのご覧は TPP は与党質問で国の皆様に分かりやすい質問をしたい、でした。国会議員長いろいろありましたが、TPP は衆議院を通過することができました。古谷選対委員長に1、2回生の選挙対策決め込みを確認させています。次に茂木政調会長、アメリカの経済政策、外交政策がどのように変化していくか注意深く見守っていたい。沖縄へ出てまいりました。細田総務会長、本日の総務会で南スーダン PKO の新任務の付与について審議を進むようになっています。私の方からの、ご質問があればよろしくお願いします。
幹事長、先ほど守谷山梨県連会長がおりまして、長崎幸太郎さんについて当委員会のことに入りたいということをお伝えされているんですが、このタイミングでそういう手続きに入られるという考えになられたのは、どのようなことですか。もう何年も何年も経っておるじゃないですか。そして現に、我が党と全く同じ政治行動をずっと取ってきてもらって、まあ旧友は衆議院における本会議場での賛否についても自民党と全く同じ、方向で協力してもらっておくと、そして本人が僕から見ても立派な人材でありますし、だけにこういう人は早く党に参加してもらって政策の支援をどうでも力を加わってもらいたい。もったいないです。それだけのことまだあります。本当によろしい。そのことに関してはまだありますか。はい、質問についてはもう山梨県連のこととしては堀内議員を抱えておられるので、いわゆる難色を示したら、選挙における公認の調整などまたというものに党本部としてはこの両者の当選を期していくことを常識の当然のことこれから対応して。他にありますか。山梨日日新聞の小沢と申します。今の関連なんですけれども、はい、長崎さんの復党の時期についてなんですが、はい、いつ頃お考えにならずに。これからの党内のいろんな審議その結果に基づいて決定しました。なるべく早い方がいいと思います。不可にありませんか。はい、どうぞ。この秀吉の国ですけれども、鶴光大臣が、露人という言葉について差別発言だと判断できないと主張しているんですけれども、野党は沖縄を担当する大臣として、質を問題しているんですけれども、秘書としては、この部分についてご存知であればお伝えください。鶴光沖縄担当大臣がどういうふうに判断されるかということでありますが、内容については詳しいこととは区別はありません。特に幹事としては問題視はしていないと。幹事長は状況を把握しているまあ、同じ派閥の議員でもあるんですけれども、会長として今後注意をしていくとか、そういう方針はあるんですか。同じ派閥の議員だからって言ったって、相手は閣僚でしょ。それが何をしたかっていうことは、詳しく聞いておりません。よろしいですか。はい、どうぞ。話題があったんですが、衆議院の区割りに関して伺いたいんですが、選挙区の区割り審議が開かれまして、はい、選挙区の変更される選挙区がですね、約まあ100人の見通しになってきます。で、ゼロ増6減の対象権では、候補者調整というのも、当然これから迫られるものになるんですけれども、改めてその候補者調整に関して、候補者どのように臨まれるか、お考えを。具体的にどこの選挙区がどうなるというのが実態が明らかになった段階で、だけ、救済措置といいますかね、十分な対応が選挙に臨めるに際して十分な対応ができるように準備しているというのは党としてはそれだと思います。これからはい。
さんというのが関連なんですが、もう一人小泉純一議員については、今回東京以外に立てるのは長崎議員だったという、それぞれの県連のご報告を十分調査をしてその後やっておりますから、県連の意向がまとまるようであれば、したべに機会もかかりますが、まだ党県連の意向がまだ固まってないんだ。はい、どうぞ。国会に戻りますけれども、はい、TPP 協会参議院に入るということで、ご発言はありましたけれども、改めて、審議に対して、野党側はトランプ大統領というのを持っている TPP の議論にすごく有効じゃないという主張もしていますけれども、改めてこれはもう自民党として、先般の国会でも閣僚等もそれぞれ、答弁をしているわけであります。我が党の方針は、右辺がどうなったからといって、そういうことだけ、右に左に入れるものではありません。自民党は自民党としての考えを選んで、アメリカのそうした政治動向も全く無視しているわけではありません。それによって、我々の党の考え方が一時左右に、例えば今日の方針どおり、最後の通過をお願いします。お願いします。ではなければ、はい、会長の会見を終わらせていただきます。それではどうも。